ロシアによるウクライナ侵攻は全世界から非難の的になっています。ロシア国内では長年にわたるプーチン政権の独裁が続いており、反政府派はことごとくその活動の中止を余儀なくされ、もはや民主主義は完全に崩壊しています。すでにプーチン大統領の資産は凍結され、国営産業を担っているウラルカリも深刻な状況に陥っていると思われます。ハースのマシンからはウラルカリのロゴは消え、今年の F1 ロシアグランプリもすでに中止が決定してしまいました。来年以降もこのままロシアとの関係が断たれる可能性も出てきました。今回はこれまでの F1 に関わってきたロシアのチームとドライバーをご紹介します。皆さん、このスーパーカーご存知ですか？これこそがロシアのスーパーカーメーカー、マルシャモーターズの B2 です。マルシャと聞いて思い出されるのが、かつて F1 に参戦していたマルシャ F1 チームです。まず最初にこのマルシャ F1 チームからご紹介します。マルシャは2010年から F1 参戦を開始したバージンと提携し、2011年にはマルシャバージンレーシングとして参戦、翌2012年から正式にマルシャ F1 チームとなりました。ドライバーはティモ・グロックとシャルル・ピックの2人を起用。初年度はノーポイントで12チーム中11位でシーズンを終えました。この年、マルシャのテストドライバーを務めた女性ドライバーのマリーア・デビロタが、飛行場で行われた空力テストの際、マシンがいきなり急加速するというトラブルに見舞われ、そのままトラックに激突し、右目を失うという事故に遭っています。一命を取り留めたマリーア・デビロタでしたが、翌年にこのクラッシュが原因とされる心臓発作で亡くなられました。マルシャはその年、未来のフェラーリを担うであろうジュール・ビアンキとマックス・チルトンでシーズンに挑んだものの、ポイントを獲得することはできず、11チーム中10位でシーズンを終えていました。3年目の2014年にはサバイバルレースとなったモナコグランプリで見事にビアンキが9位入賞を果たし、貴重な2ポイントを獲得しました。しかし雨となった鈴鹿での日本グランプリで、そのビアンキが事故に遭い、9ヶ月後の2015年7月に亡くなられました。当時ビアンキがつけていたカーナンバー17は永久欠番となり、これが今のところの F1 ドライバーの最後の死亡事故なのです。現在はジュール・ビアンキをまるで兄のように慕っていたシャルル・ルクレールが彼の意志を継ぐようにフェラーリで奮闘しているのは有名な話ですね。マリーア・デビロタとジュール・ビアンキのご冥福をお祈りいたします。この年のマルシャはビアンキが獲得した2ポイントのおかげで11チーム中9位となり、それまでよりも多くの分配金を得たことになります。翌2015年はウィル・スティーブンスとロベルト・メリー、アレクサンダー・ロッシュでシーズンを戦いましたが、これまでと同じく全く戦闘力はなく、ノーポイントでシーズンを終え、ランキングは10チーム中10位とついに最下位に落ちてしまったのです。結局2016年の1月にチームはマノーとなり、ロシア唯一の F1 チームだったマルシャは消滅したのです。マルシャはすでに2014年4月に B2 などの自動車事業を廃止していたので、 F1 参戦における市販車の知名度アップ、販売拡大は失敗したと言えるでしょう。次はロシア人 F1 ドライバーのセルゲイ・シロトキンをご紹介します。2015年と2016年に GP2 でランキング3位を獲得した実力派ドライバーのシロトキンは、2017年にウィリアムズから F1 デビューを果たしました。この時のチームメイトは、お坊ちゃんのランス・ストロールだったので、資金難に苦しむウィリアムズは、ルーキー2人でシーズンに挑んだことがわかります。シロトキンは、F1 の直下カテゴリーを経験していないストロールに負けるわけにはいきませんでしたが、そのストロールはただのお坊ちゃまではなく、前年に FIA F3 でタイトルを獲得していた逸材だったのです。この年のウィリアムズのマシン、FW41 には全く戦闘力はありませんでしたが、そんな中でストロールは計2度の入賞で6ポイントを獲得。それに対し、他のマシンの失格による、タナボタでの1ポイントしか獲得できなかったシロトキンは、その年限りでシートを喪失。その後、
ルノーのリザーブドライバーを務めましたが、再び F1 でレースをすることなく消えてしまいました。次にご紹介するドライバーは、ビタリー・ペトロフです。ペトロフは GP2 参戦4年目でランキング2位を獲得し、2010年にルノーから F1 デビューを果たしています。ペトロフは計5度の入賞を果たし、27ポイント獲得していましたが、チームメイトは、この時全盛期を迎えていた、ロバート・クビサだったのです。クビサは3度の表彰台で、計136ポイントも獲得していたので、強烈なインパクトを残せなかった、ペトロフの印象は薄かったと言えます。しかし、ロータス・ルノーとなった翌2011年の開幕戦で、ペトロフはいきなり予選6番手からスタートし、バトンにアロンソをかわし、見事に3位表彰台を獲得。これがロシア人ドライバーとして、記念すべき初の表彰台獲得となったのです。チームメイトはニック・ハイドフェルドでしたが、シーズン半ばでシートを喪失しましたが、最終的にフルシーズン戦ったペトロフは、そのハイドフェルドとほぼ同じとなる、37ポイントしか獲得できず、この年限りでシートを喪失してしまいました。翌2012年はケータハムに移籍しましたが、ノーポイントでシーズンを終え、F1 から去っていきました。次はロシア人ドライバーで、これまで最も活躍した、ダニール・クビアトをご紹介します。2013年に GP3 を制したクビアトは、レッドブルの育成ドライバーとして、2014年にトロロッソから F1 デビューを果たしました。この年は F1 フル参戦3年目を迎えた、ジャン・エリック・ベルニュがチームメイトで、結果的にクビアトは、ベルニュの22ポイントに対し、8ポイントしか獲得できませんでしたが、随所に光る走りを見せていたと言えます。そのため、ベッテルが抜けたレッドブルから大抜擢され、2年目で悲願のトップチーム入りを果たしたのです。この年、2位表彰台を獲得するなどの活躍で、計95ポイントを獲得し、計92ポイントのダニエル・リカルドを破ったのです。翌2016年は、レッドブルからフェラーリに移籍していたベッテルと、2戦連続で接触してしまい、結果的にこれが原因となり、いきなりトロロッソに降格させられたのです。当時ベッテルは放送禁止用語を使い、クビアトを非難していたので、裏でヘルムート・マルコと連絡を取り合っていた可能性もあると言われています。2017年もトロロッソで過ごしていたクビアトでしたが、その走りは精彩を欠き、最終的にガスリーの昇格により、シーズン半ばでシートを喪失し、レッドブルから切られてしまいました。しかし、そのクビアトをフェラーリが拾い、2018年はフェラーリの開発ドライバーを務め、2019年は再び、トロロッソに復帰しています。その後も3位表彰台を獲得するなどの活躍を見せていたクビアトでしたが、チームメイトのガスリーの陰に隠れてしまい、最終的に角田裕毅と入れ替わる形で、2020年限りで、再びシートを喪失してしまったのです。クビアトはネルソン・ピケの娘であるケリーと結婚し、子供も授かっていますが、その後離婚し、ケリーは現在は、レッドブルのマックスの彼女となっているので、公私ともに、レッドブルに振り回されたドライバーと言えるのです。現在はウラルカリの御曹司ニキータ・マゼピンが、現役ロシア人ドライバーとして参戦していますが、ロシアのウクライナ侵攻により、一番ダメージを受けているドライバーと言えます。このままハースが、ウラルカリのロゴを消したマシンで走り続ければ、自然と彼のシートもなくなることが予想されます。チームメイトのミックに圧倒されているものの、このような形でシートを失うのは、あまりにもかわいそうだと思ってしまいます。F1 デビュー前は、その振る舞いが問題視されていたマゼピンですが、徐々に丸くなり、少しずつ愛されキャラになってきていると思うので、この事態はあまりにも残酷で、残念すぎると思います。何かしら、うまい解決方法があればいいですね。それでは、次回のクレアの衝撃をお楽しみに。おやすみと。